大谷翔平と青木宣親、適応力の違いとは。日本を代表する野球選手の一人である。大谷翔平選手と青木宣親選手。二人は、それぞれ異なる経歴を持ち、野球界で活躍しています。しかし、彼らの適応力には、大きな違いがあると言われています。大谷翔平選手は、若い頃から注目され、多くの期待を背負っていました。高校時代には、投手として、驚異的な球速を誇り、打者としても、優秀な成績を残していました。そして、プロ入り後も、投手としてはもちろんのこと、打者としても活躍し、注目を集め、ています。彼は、自分の得意分野である、投球と打撃の両面において、高いレベルでプレーすること、ができます。一方、青木宣親選手は、プロ入り後に海外でプレーすることになりました。最初は言葉も通じず、環境の違いに戸惑うこともあったといいます。しかし、青木選手は、その環境に適応するために、英語を勉強し、文化の違いにも対応し、ていきました。そして、彼は、海外でも活躍し、多くの人々から愛される選手となりました。このように、大谷選手と青木選手は、それぞれに適応力を発揮しています。しかし、その適応力には、大きな違いがあります。大谷選手は、自分の得意分野である、投球と打撃に特化し、その能力を高めることで、プレーに磨きをかけています。一方、青木選手は、環境の変化に対応することで、自分自身を成長させ、プレーに反映させています。野球選手として成功するためには、適応力が必要不可欠です。しかし、その適応力には、様々な形があります。大谷選手のように、自分の得意分野を特化して高める方法もありますし、青木選手のように、環境の変化に対応する方法もあります。どちらの方法も、プレーに磨きをかけ、成功を収めることができるのです。結局、野球選手として成功するためには、適応力が必要不可欠です。そして、その適応力には、様々な形があります。大谷選手と青木選手は、それぞれに異なる方法で適応力を発揮しています。彼らの成功は、適応力の大切さを物語っています。野球選手として、そして人として、適応力を持ち続けることが大切であると言える。でしょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。